こんにちは、玉木そらです。今回初めての参加だったんですけど、とても難しかったです。最初にハートを描きたいなって思って、そこからハートを描いたら物語が浮かんだので、その物語の一場面を描きました。ハート一つよりもたくさんハートが集まった方が力も大きくなるなって思ったので、腕を描いてギュッてして一つになってる感じを描きました。裏は主人公のくーちゃんとお友達を描きました。皆さん、ぜひチャリティーに参加してください。バイバーイ。